皆さん、こんにちは。マーティンであるお役場、池田岳です。介護、まあ、もののビジネスで言います。介護のもののビジネス。確かに、室内は必要ですね。規模としては、はい。スペースによって、あとは居室、あと、靴覆げる場所、あとは食事の楽しみですね。はい。あとは、まあ、やりがいですね。はい。いろいろな趣味とか、はい。あとは、休憩。ゆとりある休憩。あとは、見守りが必要ですね。はい。住み慣れたためには、温室、外出のしやすさ、トイレの利用、バリアフリー、あとは空間、 設備の導入更新、音、匂い、光、湿度、余剰の空間、と覚えてください。福祉用具は確かに必要なもの満載、医療用具、あとはトレーニング、補助用具、福祉用具、まあ、いろいろありますよね。日本は全然違いますけども、他の国は全然医療用具のみでしたね。いやー、驚きました。はい。まあ、確かに疑いが2割ほどですね、認知症の疑いは。はい。まあ、いろんなサービスによってありますね。 今は、えー、AI の時代ではございますね。はい。まあ、いろんなケアも、はい。必要な感知ケア。はい。まあ、排出に関数もの。あと、コミューンというのもいいもんでございます。まあ、時代によっていろいろ変わりますね。はい。扱いやすいもの、あとは満載。大きいもの、片手で開けられる。触ってもわかる。あとは、光、音でも知らせる。それが大事でございます。というわけで、以上です。バイバイ。